12時になりました。シエスタ読谷 FM ランチ眼中チャレンジ、毎週さまざまなゲストをお招きして健康になるための秘訣をお届けしています。どうぞ1時間お付き合いください。皆さんこんにちは。毎週火曜日のこのお時間はシエスタ読谷 FM ランチ眼中チャレンジと題しまして、皆さんの健康づくりを応援している私パーソナリティ千葉なその子がゲストの方々と音楽やトークを交えながらお届けしていく1時間のトーク番組となっております。さあ本日もねゲストの方をお招きしておりますよ。どなたでしょうかね。こうご期待なんですけどもね、先にねいろいろお知らせがあるので皆様にお伝えしたいんですが、まず皆さん気になるのはやっぱり天気ですよね。本日朝から気持ちよく晴れておりまして、まあ若干ね風が冷たいかなというところはあるんですが、過ごしやすい陽気となっておりますよ。皆さん本日のお天気早速お伝えしたいと思います。沖縄気象台11時の発表になっております。沖縄本島地方や先島諸島は高気圧に覆われて晴れておりますが、大東島地方では前線の影響で曇っております。本日の本島中南部地方の天気晴れマーク一つとなっておりますよね。気持ちいい青空が広がっていますが、若干薄く雲も広がってますね、このスタジオから見る空、はい、そしてこの後降水確率夕方6時までなんと 0%、 雨の心配はないです、はい、そして夕方6時から深夜12時にかけては 10% ということになっていますので、まあ今日の、はい、空模様安心でしょう。そして日中の最高気温は20度となっております。昨日が確か22度あたりまで上がってたんですけどもね、ちょっと冷えましたね、はい、皆さん体調管理くれぐれもご注意ください。そして、風が北西の風やや強くと出ております。波の高さが 2.5 メートルです。
沖縄本島地方の沿岸の海域では波が高く、波の高い状態はですね、20日朝まで続く見込みとなっております。海上や海岸付近では高波に十分ご注意ください。以上、本日のお天気をお伝えいたしました。ねえ、朝から私もね、起きてちょっと肌寒いかなと思いつつも、窓を開けると気持ちいい風が入ってきましたね。このような陽気の時は皆さんラジオ日和この日こそラジオを聞いていただきたいなと思いますけどもね。外で携帯ラジオなんか持ってね、ウォーキングなさっている方もいらっしゃるかもしれませんのでね、ぜひこの番組お付き合いいただきたいと思います。さあ、この番組なんですけどもね、提供しておりますのはシステムタン FM ランチ眼中チャレンジ。この番組は読谷村健康づくり推進協議会、読谷村役場健康環境課の提供でお送りしております。そしてもう一件お知らせしましょう。朝のイモーニング、そして先ほど11時からのユンタンジャ出番ですよ、ありますよね。そしてこのお昼12時からのシエスタミタン FM ランチ、この3番組でですね、合同リスナープレゼントを行っております。まあ、お聞き逃しの方にもう一度お伝えしておきましょう。 FM 読谷局番組、朝7時からのベニーモムライモーニング、そして11時からのユンタンジャ出番ですよ。さらにこの番組、お昼12時からのシエスタミタンFM ランチの3番組合同でですね、なんと沖縄でですよ、はい、全国先行発売されましたシュガーフリーミントタブレットイクリプスという商品があるんですが、こちら小売価格200円もするんですけどもね、これをなんとリスナーの皆様にプレゼントするということなんですね。それもこのイクリプス、3種類のフレーバーがあるんですね、味がありまして、なこの3種類をワンセットにして10名様にプレゼントいたします。ぜひご応募ください。応募方法はですね、メールまたは電話での応募となっております。メールの方は件名にリスナープレゼントと書いてください。そして本文にはお名前、連絡先を必ずご明記ください。メールアドレス紹介しましょう。 fm786@fmyomitan.co.jp となっております。そして電話でも OK です。電話番号098-958-7860番となります。よろしくお願いいたします。まあ、この商品ね、 FM 読谷に取りに来られる方となっておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。なお、締め切りの方は明日20日水曜日までとなっておりますよ。さらに発表の方は翌日21日木曜日のこの各3番組でですね、各番組、そして FM 読谷のホームページ、ブログの方で発表いたしますので、ね、ぜひご応募ください。以上、3番組合同リスナープレゼントのお知らせでした。さあ、リスナープレゼントもありますからね、この番組聞いて、もちろんそのリスナープレゼントをゲットする喜びもあります。さらには健康づくりのヒントが得られるという、こんな素晴らしい番組お昼に皆さんに提供するわけなんですけどもね、ぜひお聞きいただきたいと思います。さあ、この前ね、私以前、先週の金曜日かな、ユンタンジャ出番ですように、なんとゲスト出演させていただいたんですね。なんだかちょっと照れくさい感じはあったんですけどもね。と言いますのも、この番組、新番組の紹介ということもありました。さらにその番組の中でですね、今度5月の25日に開催されます、みんなで参加してほしいこのチャレンジデーというのがあるんですね。これをもう一度皆様に簡単に紹介しておきましょう。これね、全国一斉に開催されるんですが、5月の25日の水曜日、時間がね、午前0時から日付変わった瞬間から夜の午後9時まで、皆さんにはね、15分間レッツトライということで、15分間だけでもいいので運動して、それをね、ご報告くださいということなんです。そうしますとね、各市町村全国にあるんですが、登録している市町村で対抗戦となっているわけなんですよ。この15分間運動した人がエントリーしてね、私運動しましたというご報告をいただいた、この人数、そしてこの人数をですね、読谷村内のパーセンテージで表して、そのパーセントで対抗するということなんです。今回 対戦相手が決まっておりますよ。なんと北海道名寄市というところなんですね。まあ、南北対決というんですかね、はい、この
初めてのね読谷村参加ということなんですけども、初めての相手がなんとねもう歴代もう何回もねこの参加している名寄市ということなので負けていられません。皆さんぜひ参加していただきたいんですね。もう一度言いましょうね。日付の方が5月の25日水曜日となっております。どんどんこの後もね私たちもお知らせしていきます。そして読谷村役場の方からも、まあ、もうポスターも出来上がっておりまして各施設の方にも貼り出しております。さらにはですねこのチラシの方もそろそろ出来上がるということなのでね、興味のある方ぜひこちらお問い合わせいただきたいと思います。読谷村健康環境課の方まではい、お問い合わせいただければ大丈夫ですので、ぜひ皆さんこれどんどん告知していきますからね、参加していきましょう。よろしくお願いいたします。さあそこでこの番組ゲストをお招きしているということなんで、早速もうスタジオの方に入っていただいております。さあ本日のゲストの方は女性の方ですよ。先週先々週とね男性のゲストの方が続いたんですが、今日は華やかです。女性3人でお届けしておりますので、インターネットをご覧の方もぜひお楽しみいただけると思います。では早速ゲストの方でご自身で自己紹介の方よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。私は時計市から参りました山内悦子と申します。まあ、自己紹介ということですので、させていただきたいんですけれども、はい、私はですね読谷村に嫁いで、うん、もう44年になります。はい、はい、そしてですねその間ですね三男次女に恵まれ4世代、うん、10名で暮らしたこともありました。すごい。はい、主人のですね牛おばあとですね、うん、父母はもう先に見送りましたですね、はい、そしてですね現在はですね、うんうん夫と、まあ、娘長女ですけれども3名暮らしております。はい、はい、お住まいは、ご出身は今お住まいが高潮。あ、そうなんです。でよろしいですかね、住まいは時市で、はい、うん、はい、時市じゃなくて高潮の方に住んでますけれどもまあ、あざはですね時市に加入しておりまして、うん、はい、時市の方でですね、うん、地域活動っていうかそういうのをさせていただいております。はいね、はい、もう山内悦子さんって言ったら私も名前を聞いてあれもしかしてと思ったんですけどピンときたのズバリビンゴだったんですが、高潮の方で、はい、薬局の方、はい、高潮の方ではですね主人が、うん、やまびこ薬局を開設しております。はい、はい、私はですねまた読谷村キナの方で、うん、ドラッグストア EC ドラッグやまびこと、うん、そしてイラミナの方で薬のやまびこという3カ所でですね今、はいはい、店を開いております。まあもう読谷村のあたりのエリアの方はもうやまびこ薬局といったら皆さん知ってますからね。本当にお世話になりましたからね小さい時からね。 ありがとうございますもう健康づくりをもうこの家族ぐるみで応援しているようなそういう山内さん一家なんですけどもね、今日この山内さんのね、はい、健康感とかまた活動内容を皆様にねお伝えしていきたいと思います。はい、そして先週もね入っていただいたんですが、読谷村役場健康環境課からもう一方ゲストで入っていただきました。はい、皆さんこんにちは。先週に引き続き、出演させていただいてます、健康環境課の与那覇優希です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。与那覇さんもねラジオ大好きだそうです。そうです ね、ちょっと刺激があってでしょ、楽しいですね、ハマってきました。そう、今日はまた山内さんということで女性3人で、はい、なんか華やかですよね。ですね、うん、そして山内さんね今日衣装がすごく素敵。そうですか、うん、なんか元気な色、はい、はい、それもユンタンザンハナウイがこう織り込まれてる、はい、そういう洋服をお召しになってね、うん、もうこの番組本当にね元気を皆様に提供したいということがありますのでね、女性3人今日はこの元気なメンバーで、はい、はい、滑舌よく、はい、いろんなお話を進めていきたいと思いますので、ぜひ皆さんこの1時間ね健康づくりどういうことをやっていけばいいかというのを一緒に考えていきたいと思います。うん、そしてあなたのご意見ご感想もお待ちしております。メールでも電話でもファックスでも構いません。先ほどメールアドレス紹介したんですがもう一度言いましょう。 fm786@fmyomitan.co.jp です。そして電話番号 958-7860 となっております。それでは引き続きこの番組ご期待ください。はい、よろしくお願いします。
FM 読谷より生放送でお届けしておりますシエスタ読谷 FM ランチガンジューチャレンジはい、いいですね、はい、略してガンチャレという話も出てきてるんですけどもね、はい、これ毎回健康づくりを意識なさっている方、またそれに携わっている方などこう多方面からゲストをお招きして、皆さんにもね、健康である喜び、そして楽しさを伝えていこうという番組なんです。引き続きゲストの山内さんと番組を進めていきたいのでね、そしてもう一方、役場からね、与那覇さんも含めて、はい、進めていきますので、ぜひお付き合いください。皆さん一緒に健康づくりについて考えていきましょう。では早速山内さん、はい、はい、これね、この番組ね、健康づくりをテーマにしてるんですが、はい、なぜに山内さんが呼ばれたかといいますとね、はい、私の情報によりますと、結構いろんな活動なさってるということで、健康づくりの、皆さんのね、応援隊って言った方がいいかもしれませんね、うん、いろんな活動なさってるのが、まあ、第一に、紹介していただきたいのが、時宿で行っているこの眼獣クラブでよろしいんでしょうかね、そうですね、正式名称現在は、はい、うん、眼獣クラブなんですけれども、うん、まあ、それは眼獣クラブ立ち上げることでですね、はい、以前には健康を守りたいということでですね、立ち上げております。はい、これはですね、時宿での取り組みなんですけれども、平成18年ですね、うん、2006年になりますけれども、はい、時宿健康増進推進委員会と申しまして、はい、まあ、愛称は健康を守りたいをもう立ち上げて、今年で5年になります。5年、はい。はい、その立ち上げた理由といたしましてですね、うん、私たち時宿の方ではですね、もう食生活の洋風化とかですね、うんうん、生活習慣がもういろいろ多様化していったということでですね、はい、そのためにやっぱり高血圧とか、うん、高脂血症ですね、はい、コレステロール中性脂肪が高いとか、うん、それから高血糖、まあ、糖尿病とかですね、うん、その糖尿病による合併症ですね、はいはい、人工透析とか視力障害とかですね、はい、あとこう下肢の壊死による下肢の切断とか、うん、いろいろ切実な問題がですね、うん、出てきたものですから、はい、やっぱりその病気自体ですね、うん、即読谷村の医療費の高騰につながるのではないかというちょっとした危惧もありましてですね、はいはい、私たち時宿で何か私たちの地域でできるものはないかな、うん、ということでですね、自分の健康は自分で守っていこうじゃないかとか、うん、それとですね、あと特定こう検診って言うんですか、はい、健康検診なんですけれども、うん、その受診率を高めていこうという趣旨のもとでですね、はい、私たちは立ち上げました。はあ、はい、もう今年で5年になりますね。そうか、はい、5年活動していって、はい、どうでしょうかね、この、参加されているメンバーの方っていうのはどういう方々、地元のやっぱ時宿のいろんな方々なんでしょうかね。はい、そうなんです。構成メンバーですけれども、うん、まあ、行政委員といってで、まあ、アザの、ね、行政のそのいろいろなことを決めていく団体なんですけど、はい、まあ、その行政委員から 4,5 名とかですね、はい、あと各種団体長ですね、うん、それから保健師とか助産師、はい、看護師、介護士、それから、はい、体育指導員等のですね、うん、指揮経験者の20名前後です。すごいね。そうですね、このですね、構成メンバーっていうのはもうこれ婦人会の方もいて、まあ、老人会の皆さんもいますから、うん、はい、その保健師、助産師も私たちのアザにはすぐいてですね、うん、こういう組織を立ち上げていこうっていう時に皆さん率先してですね、うん、はい、すぐ協力してくださいました。その中で、あ、もう一つですね、栄養士の方もいらっしゃいますね、うん、はあ、これだけ多種多様な、このメンバーで、はい、そうなんですよ、それも知識をお持ちの方々ですからね、うん、まあ、一応ですね、はい、とっても素晴らしいメンバーに恵まれましてですね、心強いですね、はい、そうですね、うん、内容がまた充実してるんですよ、はい、この、ね、取り組み本当にいろんな活動もなさってるんですけども、まあ、成果としていろいろちょっと上がってきてるということなんですけども、公民館内は基本的にもう禁煙と、はい、そうですね、一応、はい、禁煙に成功してます。公民館内はですね、はい、うん、吸いたい方はちょっと公民館の外に出られてですね、はい、そこでちょっと吸ってるっていう感じは見受けることはできますですね、はい、さらには夜間の会合などありますよね、はい、そうなんです、うん、そういうものに対しての意識というのは、
夜間の会合ではですね、これまでこうよく天ぷらが出るとかですね、うん、あれケーキが出るとかいろいろ出てたんですよ、はい、各種団体それではいけないじゃないかということでですね、私たちこう委員がですね、はい、まあ夜間にはですね揚げ物を控えるとか、ケーキなんかをですね飲食しないでほしいということをですね常々こう訴えてきたものですからですね、すごい具体的ですね、はい、具体的にですね、はい、そういうものはですね皆さんとっても意識が、はい、高くなりまして、ほとんど、はい、あの夜の会合はそういうのを控えていますね。だからそれだけでもすごく良かったのかなと今思ってるところなんですが、でもほら、はい、皆さんおしこういうごちそうっていうの好きじゃないですか。もう沖縄の基本は揚げ物が多かったりっていうのがあるじゃないですか。それをこう改善していく最初の頃って皆さんやっぱちょっと抵抗とかなかったですか？多分これはですね、はい、抵抗もとてもあったんですよ、うん、ですけれどもやっぱり何回もこうですね、うん、訴えながらやっていくとですね、うん、皆さん昼間の会合は大丈夫なんですよ。天ぷらでも何でも、はい、ケーキであるか何でもいいんですけれども、うん、やっぱり夜間は慎んでいかないといけないのかなという皆さんの意識がですね、芽生えてですね、最近本当にただこう黒糖ちょっと出るとかですね、はい、いいね、飴玉をですね、うん、ちょっと出すとかですね、それとお茶ぐらいでですね、でもこういうとこから意識づけしていくと、はい、何かしらの健康づくりにこうつながってるわけなんですよね。こうやっぱりこう提案する人がいるっていうのはありがたい、ありがたいですよね。そうですね、一人の力じゃなくてやっぱりこの委員とかですね、公民館の職員とか、はい、それからそういう方々にもとても手伝っていただいてるんでですね、はい、もう5年になりますのである程度ですね、その意識がですね高くなっているなということは感じてる、はい、感じてるところですね。こうやって結果が生まれてくるっていうのは、はい、もう活動してても山内さんにとっても、もう委員の皆さんにとってもね本当嬉しい限りなんですけども、この、活動内容今ねこう山内さんがねすっごく細かく書いてきていただいたんですよ、うん、年間事業計画っていうのも立ち上げね、もちろんこう文字にして書いていただいたんですが、はい、毎月何かしらやってますね。そうですねそうですね、これ楽しみなんですけれども、うん、4月でもですね、うん、4月で一番大切なのはやっぱり住民健診ですか、はい、そういう住民健診が一番大事ですので、その告知をですね、うん、朝からの朝だより公民館だよりの他にですね、はい、告知用紙を使ってですね一応区民の皆様にはですねお知らせしてるんですよ、うんうんうん、はい、ヨナンさん来ますちゃんと、ちゃんと来てます、来てます、さすがとけしく充実してますねさらに5月になると、はいね、はい、これまでもですねいろいろなところ行ったんですけれども、うん、まあウォーキングですけど村外ウォーキングといたしましてですね、はい、名護市の勝山のシークワーサー園内を見るとかですね、ウォーキングですね、名護市まで来ますよ、村外に出るっていうところ面白いよね、はい、そうもう出るのは区民一斉に出るのはやっぱり村外ですね。 あとあざでですね、みんな以前までは毎月第1日曜日ですね、うんうん、区民が集まってウォーキングしてたんですけれども、うん、それもやっぱり、最終的にはですね、何組かのグループでですね、はいはい、まあ、ウォーキングをしているよっていう方が多かったもんですから、うん、これはもう自然にですね、じゃあ私たちの、はい、目指すものはそういうそこの広がりですのでね、そこら辺を見て全員で、毎月1回というのは、ちょっと取りやめにしてですね、はいはい、個人個人のそのグループでやってくださいというところまで今こぎつけてますですね、はいはい、そっか、はい、いやでもウォーキング大事だな、うん、やっぱり簡単に運動できる一つの手段ですからね、はい、そうですね、さらに6月になるとまた講習会とかね、またそうですね、救命講座などもこの、はい、二来消防署の協力のもと行っているということで、うん、はい、そうですよ、二来消防署の方でですね、これまで2回ぐらいですかね、とけし区に一応呼んでいただいて、二来消防の方がいらしていただいて講習したんですけれども、うん、はい、その後はですね、とけし区の方から何名かですね、うん、嘉手納町にあります二来消防本部ですか、はい、そちらの方でですね今受けてますよ、はい、そして面白いのがね、はい、7月のこのクイーン運動会の中の、はい、
ちょっとこれ私すごいなと思った、ウエストサイズ物語コンテスト、面白いタイトルついてます、はい、これどういった内容でしょう。これはですね、うん、あの一応あの7月に予定はしてるんですけれども、うん、区民運動会でですね、はい、第1回目の測定をするんですよ、お腹周りとですね、うん、それから血圧、うん、それから体重、はい、体重のところではですね、あの、まあ、体格指数と申しまして、うん、BMI もちゃんとですね、はい、出して、うん、その測定者に配ってます、はいはい、そしてその結果をね飛んで10月に、そうなんです、2回目の測定がですね、うん、10月の最終週の土日がですね、とけし祭りですので、はいはい、この2回目測定はとけし祭りの方で行ってます、うん、というのはもう3ヶ月間でね、どのぐらいやっぱりあの、ね、腹のお腹周りを減らしたかとかですね、うん、体重を減らしたとか、うん、そういうことをですね3ヶ月間でやってもらうということですね、うん、このなんていうの期間が決まっててね、こうあのなんていうんだろう、こう測ってくれる人がいると参加しやすいよ ね、 そうですね、個人でやるとちょっとなーなーになってしまうところがあるんだけど、そうそう、続かない時もありますもんね、うん、それになんとヨナハさんのお母さんも参加なさったという、そうですねそうなんですよ、あのヨナハさんの、ね、お母さんのルリコさんですけどね、ヨナハルリコさん、ルリコさんもですね、あのこの血圧測定とか、うん、それからあの BMI 測定、あの腹回り測定の方をですね、うん、運動会なんかでいつもですね、まあ、委員の一人でしたのでね、はいはい、はいはい、すごいね、それで手伝っていただいております、うん、こうやってね、はい、もう地元に根ざしてる運動活動をなさってる山内さん、まだまだねいろんなあの年間にもあのこの後も行事としてあるんですけどもね、うん、この後またちょっと CM を挟んで、この後からはあの山内さんのねちょっと健康観っていうのを具体的に皆さんにお話ししていただこうかなと思ってますのでね、はい、はい、分かりました、あ、まあ、山内さんいろいろきれいにまとめてますから伝えたいことはたくさんあるんです、うんですけども、まあ、こういう活動もなさってて皆さん地元の方の健康づくりを応援してるという感じなんですね、その山内さんの健康観、今度個人的な意見としていろいろお話を聞いていきたいと思いますのでね、はい、皆さんチャンネルはそのままでぜひお待ちください、はい、よろしくお願いします。時刻は12時30分を回りました。お届けしているこの番組ラジオは当然なんですけどもね、皆さんインターネットでも動画を配信しておりますよ、ぜひそちらもご利用ください。今日はね山内さん、はい、山内悦子さん、すごく華やかな衣装で登場していただいてますのであの映像を見ててもすごく気持ちいいですよ、はい、あの健康になります、見てるだけでさあ引き続きね山内さんとお話ししていきたいんですが、はい、このお時間からは山内さん個人的なねいろんな健康観などね、ほりはほり聞いていこうかなと思うんですけどもズバリ聞きましょう、山内さん健康感ってお持ちですか、はい、
そうですね、私はですね、一応看護師と、うん、まあ、医薬品販売管理士という資格を持っておりましてですね、うん、はい、やっぱり仕事柄ですね、WHO ですね、うん、皆さんもご存知だと思うんですけど、世界保健機構という、はいはい、はい、聞きますね、はい、聞きますよね、うんうん、まあ、身体的精神的社会的に健全であるということですよね、うん、まあ、身も心も健全であるということが、うん、健康という、まあ、定義でしょうかね、はい、はい、そしてですね、私にとっての健康感というか、うん、それはですね、やっぱり自分自身の体から生まれるエネルギーだと思ってるんですよ、はあ、はい、そして現在今ね、その子さんとこうお話しさせていただいているんですけれども、うん、それもですね、一つのやっぱりこう健康について考えるというそのこと自体、自分は健康であると思うんです。あ、この場があることだけでも、はい、もう健康であるなと、その、はい、一瞬一瞬 の、 健康の積み重ねっていうんですかね。あ、嬉しいね、ひとときがですね、うん、はい、あ、嬉しいね、幸せ、健康である幸せを今ひしと感じているところなんですよ。そっか、私もありがとう、もう、はい、山内さんが今健康をたくさんもらってるような気がしますよ、ね、いやもうね、だって元気ですからね。そうですよね、エネルギーが溢れてますよね。溢れてますからね。ヨナーさんからもね、この若いエネルギーをですね、うん、いますですね、感じてるところなんですけれども、ね、この場はじゃあ、はい、本当に私たち3人にとってもいい場所ですね、はい、はい、いい場所ですね。ありがとうございます。こういうこと言っていただけると私もやりがいあるな。はい、はい、ありがとうございます。そして、はい、まあ、健康とはですね、やっぱり会食、快眠、快便、うん、ということでですね、うん、私はですね、常に考えながらそれね、まあ、自分の習慣にしていこうと思ってるんです、いつも、はい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 、はい、会食というとね、皆さん、まあ、ご存知ですけれども、まあ、天地の恵みを受けたですね、うん、はい、まあ、いろいろな食品いっぱいありますけれども、 そうですね、はい、そのすべてですね、うん、好き嫌いなくいただくということですよね、うん、はい、そしてよく噛んで食べる、うん、頭で食べるっていうの大切ですよね、はいはい、それね、はい、私も先週お話しした、はい、したんですけど、はい、ね、脳みそで考えて食べる食事、考えて食べるっていう食事大事ですよね、うんうん、はい、はい、そうなんですよ。知らないでしょ。どういうことですか、はい、例えばですね、うん、朝食に結局まあ、味噌汁と、うん、それからご飯とやっぱり おかずですか、いろいろいただきますよね、はい、その中の食品をこう考えて、そう、あ、この、うん、食事の中には野菜だったらどういうのが入ってる、うん、ね、栄養素、栄養素ですよ、はい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 、考えるんですよ、はい、これは何で食べるかってね、うん、それも考えながら、うん、そして昼ご飯とか夕ご飯のですね、献立っていうか自分の頭の中で、あ、朝はこれだったから昼間はこれにしようとかですね、これだから夜はこういう形にしていこうというのがですね、うんうん、自分は割とこう考えながらですねやってるつもりなんですけどね。でも考えてるつもりでも十分ですよね。そうですね、全然考えてないと、意識しますもんね。いますよ、考えてないでね、目の前にあるものをね、おいしいおいしいって食べてる。、まあ、それもね、健康的なことかもしれませんけどね。だって食事が美味しいっていうのは健康な証拠ですからね。ですけども、長い目で長いスパンを考えると、後々の健康管理を考えると、やっぱり考えながら食事するっていうね、これ大事ですよね。ただね、そうですね、そうですよね。だからお食事するときに自分割とですね、食事がちょっと時間が長いっていうのがですね、はい、なんかね、どうかなとも思うんですけれども、はい、それはですね、噛む力ですか、うん、噛んで食べる、3回やっぱりね、はい、噛んで食べるっていうのはですね、うん、実は私まあ、4世代同居してた時に、うん、うち の、 亡くなった牛おばあですけれども、はい、おばあがですね、うん、いつも私の方にご飯はね、ちゃんと座ってどういうものでもちゃんと噛んで食べなさいよって教えられたんですよ。あ、やっぱり、まあ、おばあもですね、98歳で亡くなったんですけれども、でも大王女ですね。でも、はい、それでもですね、おばあのですね、教えっていうんでしょうか、うん、そういうのも常にですね、考えながら、うん、時間は長いんですけど、みんなに長いんじゃないって言われててもですね、私はですね、はい、それをですね、ずっと今でもですね、続けてます。噛むっていうことですね、はい、はい、噛んでいただくっていうのは一番大事なことだなと思っておりますよ、はい、はい、そして、はいはい、食事の面でもね、はい、それからですね、快眠と申しまして、うん、やっぱり寝心地いいように、まあ、適度な運動とかですね、うん、休養を取るということも非常に大事だと思います、はい、よく寝て、はいはい、よく動いてね、よく寝て、はい、よく食べ、うん、そしてですね、まあ、快便って前日にいただいたものをこう全部ね
排出していくと、ね、排出体から出すと、はい、ということもですね、これもまあスムーズに出すということなんですけれども、皆さん聞きました、はい、今回初めてですよ、この快便という言葉が出てきましたね。快便とても大事ですのでね、うん、ですよね、はい、ね、これは今現代人多いですね、便秘症の方、ね、便秘症が多いですからね、悩みの種を持っている方、はい、結構いらっしゃいますね。だからそれもですね、はい、まあ体を動かす習慣も大事ですね、うんうん、ウォーキングをするとかですね、うん、まあエレベーターは使わないでなるべくこう階段を使うとか、うん、エコですしね、そうですね、エコ最近はね自分にもいいし、エコにもなるし、そうなんですよ、それもいいこと言うな、ね、エコ、そうなんですよね、うんうん、それから自分は今やっぱりお店持ってるもんですから、はい、店内でですね、うん、運動ったらおかしいんですけど自分でできるですね、はい、運動っていうか、うん、はい、ジョギングもやるんですよ私は、うんうん、今朝もですねお店からここまで来るのにだいたい2500歩歩いてますね。そう、午前中だけで、午前中で店内をブラブラしたりですねやってるうちにですね、はい、歩いたりしてるうちにですね、すごいね、2500歩、うん、目指すところは私1万歩ってちょっと厳しいんでですね、うん、5000歩を目標に自分自身ですね、あ、でもすごいね、はい、1日5000歩、はい、5000歩ですね、はい、うん、そういうのをやってますし、店内ではスクワット、うん、ちょっとスクワットしたんですね、ました、スクワット、はい、スクワットもするんですよ、そういうのをちょっとお客さんがいらっしゃらないちょっとやってみようかなっていう感じでやるんですけど、たまにですねお客さんがいらして、うん、無双がややっていうような感じでですね言われる時もあるんでですね、ちょっと赤面する時もありますですね、はい、今ね山内さん、はい、メールが実は届いたんですよ、嬉しいね、それもね、はい、タイトルに山内悦子さんみたいな書かれて、番組名じゃなくてね悦子さんっていう名前があるんですが、はい、あ、そうなんですか、はい、内容紹介しましょうね、はい、ありがとうございます。山内悦子さんが出ているのですかと驚きマークです本当にあのドラッグストア山彦の看板娘はありがとうございますそこで質問です、悦子さんのあのエネルギッシュな行動力と若さを保つ秘訣は何ですかということで、ラジオネームタラさんからいただいてるんですよタラさん今聞いてるだけでももう十分わかりますよね、これだけエネルギッシュないろんなことをなさって、そして食事を意識して適度な運動とたっぷり寝る、さらには、ね、食べたもの、体に入れたものはきれいに排出しようという、そういう心がけ、さらには店内でねスクワットやってるんですねそうですね、これが彼女を若く保ってる秘訣とも言っていいでしょうね。いや、あとでもお店の方にいらっしゃるといろんな方ともねお付き合いなさいますから、そうなんですよね、先ほどねこの場が健康になる秘訣の一つとも言ってましたけども、はい、やっぱ人付き合いというのも、はい、ね、そうですよね、人付き合いもとてもねやっぱり大事なことですので、お客様がおっしゃることをよく聞いてですね、はい、自分自身やっぱり持ってる知識をですね分け与えながらですね、うん、共に本当に楽しみながら健康談義に花が咲くことがあるんですよ、はい、いいね、楽しみながら話に花が咲く、まあ、もう毎日楽しんでるっていうのが伝わってきますよ ね、 そうですか、本当エネルギーを感じます、なんでしょうねこの凄さそうでしょうかね、もう本当にこれラジオ聞いてる皆さんにもこのパワーは伝わってると思いますけどね、はい、ありがとうございますいやいや、もう悦子さんは本当にこういろんな活動もしながら自分のね自己管理もなさって、そしてねこの大所帯で住んでた経験からもいろんな知識を、ね、そうなんですね、得てるということで、うん、それを皆さんに伝えてる、いやさあ、さらに最初に言ったの WHO という言葉も出てきましたけど、はい、そのなんだろう、この組織的なレベルのね、こうなんて基本的な考え方を実践してるっていうことでいいんですよね、身体的、精神的、この社会的に健全で、はい、これ、うん、与那さん覚えてます、先週の千葉菜さんもおっしゃってたんですよ、そうなんですか、おっしゃってましたね、はいはい、そうですね、体の面でもそう、精神的な面でもそう、うん、そして社会的にも健康であるっていうことがやっぱり自分の健康感だって、うん、そうですね、ね、皆さんよくね心と体についてはみんなよく考えますよね、うん、ですけど社会的にどう関わっていくべきかということをちょっと忘れがちかなと思うんですけれども、うん、私は先ほどですね健康を守りたい、まあ言ってはガンジュークラブなんですけれども、はい、それに関わることでですね自分のできる範囲で地域社会と関わっていきたいなといつも感じているところですよ、すごいね、はい、でもね、先ほど打ち合わせで話したんですけども、誰かのためじゃなくて
そうですよね、不特定多数じゃないですか、うん、こういう活動なさってボランティアでねこういう活動なさって皆さんに健康づくりの提案をしていくっていう、うん、エネルギーが必要だと思いますしね、こう時間も必要ですし。そうですよ ね、山内さんにとってはあの負担になることってないですか、正直なところ。そうですね、私はですね負担と感じてないんですよ、はい、なぜかしらですね自分で負担って感じると何もできないんですよ、はい、だからですね自分には、うん、課せられたものはですね、うん、楽しんでやろうとそういう気持ちでですね、うん、いつもやってるんですけど ね、あのだからそんなに負担になるということはですね、あの、うん、はい、今のところ負担になる部分はもうやめていきます、うんうんうん、自分でできる範囲でですね、うん、はい、関わろうということが、はい、はい、できる範囲で楽しんでっていうのが、うん、あのあのモットーですね、うん、そしてねメンバーの方もいらっしゃるからお互いに助け合いながら活動なさるわけですよね、うん、そうですよ、みんな、はい、素晴らしいメンバーに恵まれておりますので、うん、まあ、一応あのそのメンバーでですね、うん、時しの守り隊でしたら、うん、この委員で今月はこういうことをしていきましょうというあのもう計画に沿ってやりますけれども、うん、そしたら実動部隊ですからね私たちの委員は、はい、はい、じゃあ区民のために今回は村外ウォーキングしようとかですね、うん、そうなると場所の選定それからこの区民をですねそのところまで、うん、あの運んでいくためのですねいろんな交通のですね手配とかですね、はいはい、お弁当とかですねもうあの、うん、行ったところでのウォーキングのみならず、うん、まあいろいろグランドゴルフ大会もしますのでね、はいはい、そういうことではあのまたねどういう方々に手伝ってもらうかということでよくですね、うん、青年会の皆様にもですね、うん、協力をお願いしながらですね、うん、あの実施してるんですよ、うん、だから青年会の皆さんもですねとても喜んでですね、まあ、私たちおばさんですのでおばさんのことはよく聞いてくださるのかどうか知りませんけれども、はい、すぐですね協力しましょうということでですね、今いろいろですね実践して、うん、だから私はあの青年会の方々のですね本当にパワーをいただいて若い力をいただきながらやっていかないと今後はダメだなということも感じておりますのでいつも協力お願いしてますよ、はい、あの、はい、山内さんちょっと短くなっちゃうんですけども、はい、聞きたいことがあります。あのね読谷村が健康の村になるために個人的なレベルで構いません、何かご意見とかあります？そうですね、うん、まあ、読谷村はもともと健康かどうか私もよくわからないんですけども自分としてはですね、うん、常にですね、まあ、健康情報を出していただいて、はい、あのまあ広報活動ですよね、うん、それによっていろいろな情報を得るということは、まあ、これまでもなさっていることですけれども今後ともですね続けていってもらいたいということですね、はい、それからですね一つですね提案なんですが、はい、山内さん、はい、この提案私すごくね、はい、あの大きいと思うんですよ。なので CM を挟んで具体的に話していこうかなと思いますので、はい、皆さんこの山内さんの提案すごい私はねこの目線がいいなと思ったんでぜひ CM の後聞き逃さないでいただきたいと思います。ちょっと一旦 CM を挟みましょう。
さあお送りしておりますシエスタヤミタン FM ランチ眼中チャレンジ、略してガンチャレということでねお届けしておりますが、もう残り時間少なくなってきたんですが、伝えたいことはいっぱいありますよ。そして先ほど CM の前にね、私がちょっと溜めましたこの話、あの読谷村がね健康の村になるためにはということで、山内さんがねちょっと一つ面白い提案をね私にあの話してくれたんで、それを山内さん紹介していただけますか。はい、それはですね、うん、健康ポイントカードを作って、うん、イベントなどでポイントを集める、うん、そしてですね特には女性はですねイベント好きですよね、うん、それも、はい、ポイント大好きね。そうなんですね、それも含めてですね、ポイントの集める例としてですね、一つ特定健診受診ポイント、うん、まあ、住民健診のポイントですよね、うん、それから人間ドック受診ポイント、まあ、これはですねポイント増量するっていうことはですね、あ、ポイント、そうですね、あの読谷村が目指す受診率はですね、はい、平成24年度にはですね目標 65% に、しないといけないということはよく役場の方から広報として届くんですけれども、はい、それにやっぱり近づけるように努力するためには、先ほど言ったですね、まあ、ポイントカードですね、特定健診受診ポイント、人間ドック受診、それから社会教育主催のイベント参加ポイントですね、そういうのは例えばあの村が行うですね教育委員会かな、これはまあ行う、村内のウォーキングとか、その他まああの体力診断評価表へのポイントとか、うん、その他のチャレンジデーなどのポイントとかですね、はい、このポイントのですね点数で商品券をゲットして、はい、村内の企業で使用するということですね、はい、すごい考え方だらしいですよね。そうすることによってですね、うん、村民も喜び、そして企業も喜ぶんじゃないかなということでですね、うん、私自身ちょっとこれいいかなと思って、ちょっとよ、ね、はい、役場の方にこのあの、はい、提案したいと提案したい、うん、ね、ゆなさんいいですよね、うん、そして先ほどねあの役場スタッフのね千葉なさんも、すいません、はい、これ資料コピーいただけませんかということで先ほどねコピーして、ちょっと多分これはねあの期待できます ね参考になる情報だなと私も思ったんですけども、うん、こういう考え方を持ってる人もきっとねいっぱいいらっしゃるかと思うんですよ、いろんなことをね考えている方、うん、こういうふうに発言できる場所がねこの番組であってよかったなとも私もちょっと思ったんですけど、うん、そうですね、だって個人でそれぞれそういう意見を持ってても発信できる場所っていうのがね、あの伝える場所っていうのがなかなかないっていうのもちょっと残念なことなんですが、皆さんこういうふうにお聞きになりました、山内さんこういうことを考えてらっしゃったということなので、そうなんですね、健康づくりの、ね、意識というのはも芽生えつつあるんですけれども、うん、なかなかこう効果が上がらないのが実情じゃないかと思うんですよ、うん、はい、まあ、私もですねこのあたりでこう目の覚めるようになったらおかしいんですけれども企画立案してはどうかなと思ってですね、うん、そしてはたまたまた健康ポイントを集めて、うん、引いてはですね健康保険税を安くするとか、それはちょっと言い過ぎかなと思うんですけれども、ね、長い目で見ていけば、はい、長い目で見ればですね、うん、そういうのもいいかなと言ってですね、うん、いや素晴らしい思ってるところです。素晴らしい、素晴らしいですね、うん、これはいい意見だと思います、私は、はい、うん、ぜひねあの役場の方聞いてますか柳田さん参考にしてくださいね。はい、あの私気づいたんですけど、うん、山内さんのあのアイディアとか全部楽しみがついてきますよね、うん、この健康活動で、うん、ね、なんか楽しみながら参加できそうな感じがしますよね、うん、いやこういう山内さんもう後半残り少ないんですけども、まあ、そう健康感とかいろいろ聞いてきたんですけど、山内さんもねちょっと最後はフリートークでいろんな山内さんの日常生活なんか聞きたいんですけども、普段ね山内さんってあのこの活動もそうなんですけども、うん、普段何か楽しんでることとか個人的にやってることっていうのあります？そうですね、あの、うん、私は現在ですね、うん、ちょっとあのリューブをですねほいほい、はあ、やってるんですよ。うん、リューブはですね還暦を迎えた年にですね、はい、やっぱりリューブの基本である、まあ、歩みの方からですね練習したんです、うん、そしてあの歩みの難しさとかですねリューブの難しさを感じつつですね、うん、まあ、あの先生の言うこともよく聞きながら大人ながらですねすごいあのね体罰ったらおかしいんですけどね体をですねパシンと、はい、パシッとしなさいということでですね、はい、その会あってかどうか分かりませんけれども、うん、あの琉球新報主催のですね、はい、琉球古典音楽
新人賞に合格したんですよ。おめでとうございます、はい、ありがとうございます。その後にですね、3年後の昨年ですけれども、はいはい、うん、私はあの優秀賞にチャレンジしてですね、はい、優秀賞をですね、一発で合格した時にはですね、本当に夢ではないのかなと思うほどですね、喜びいっぱいだったんですよ。はい、すごい龍部も、はい、本当にエネルギーあふれてるこの悦子さん、実はね、先ほど年齢を聞いてびっくりしたんですよ。だって龍部も還暦を迎えて始めたということ、はい、じゃあ、うん、とっくに還暦は過ぎてるとそうです、ね、もう聞くんですか年を。そう、皆さん、はい、悦子さんいくつだと思います？さあ何歳でしょうかね。どうぞちょっと言いにくいんですけども、でもね、あの私はあの昭和17年ですので、あとは皆さん、はい、17年考えてください何歳かなっていうことは、うん、この声の張りそして見た目のこの元気さ、本当にエネルギーなこう溢れてる感覚からすると年齢を感じさせない。そうですか、うん、あのですね、びっくり。私あのこの身だしなみに関してはですね、うん、実は今は亡きうちの父がですね、はい、主人の父ちゃんなんですけど、はい、小生って言いますけどね、はいはい、山内小生ですけれども、うん、いつもですね、うん、あの身だしなみはきちっとしなさいねって言われたんですよ。いつあの家庭にあってもいつお客さんが訪れるかもしれないから、うん、ちゃんとお化粧もして、うん、あのちゃんとした身なりをしておきなさいよということですね、いつも言われてたもんですから、うん、だから TPO に合わせて、うん、なるべく父の、はい、遺言っておかしいんですけどいつも言っておりましたのでその通り実践してますよ。すごい、はい、だって先ほどもおばあちゃんがよく噛みなさいとか、はい、そういう先人の教えを守ってる、素晴らしいですよね、はい、そういうところも大事かもしれません、はい、皆さん健康感、健康づくりってね、もちろん運動することとか、あの、まあ、1回目2回目放送してきた方々は運動することで健康を作ってきたとおっしゃっておりましたが、今回山内さんはね、日常生活 あのご自身のね、この生活習慣の中から健康づくりをしていきましょうという提案をしているんですよ、うん、無理な運動とかそういうことを進めているわけじゃないんです。食事を意識しましょうとか、ね、よく眠りましょう、よく運動しましょう、うん、さらには排便とかね、こういう健康的な本当に日常生活の中でご自身のね、ちょっと意識を変えるだけでも健康づくりの手助けにもなっていくということを提案しているんですね皆さん。なのでね、はい、あの今日からちょっと食事に対しても意識していくっていうのもいいですよね山内さんね。そうなんですよ、習慣というのはとても大事なことでですね、うん、私最近読んだあの、まあ、今年100歳になられる聖路加国際病院の名誉院長であります、はい、日野原茂明先生の言葉なんですけれども、うん、私は今日ですね皆様にそれをですね、あのちょっと、お伝えしたかったです、はい、あのまずですね、考える習慣を身につけること、はい、そして学ぶ習慣、よく動く習慣、よく感じる習慣、上手に休む習慣、良い食習慣を身につけること、すごい、それがですね、うん、聖路加病院 の日野原先生からですね、まあ、あの本にして、あ、本を読んだですね、成果として私をですね、はい、あの皆様にお伝えしたいんですよ。なんと100歳ですからね、すごいですね、はい、本当に、はい、山内さん、あっという間にお時間が来てしまいました、はい、今日もね、あの山内さんと、一緒にいろんなお話をしていきました。この番組シエスタ読谷 FM ランチ眼中チャレンジはですね、読谷村健康づくり推進協議会、読谷村役場健康環境課の提供でお送りしていきました。また来週もね、いろんなゲストの方どん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 交えてお話ししていきますので、ぜひまた来週もお聞きください。それではまた来週、さよなら、さよなら、はい、どうもありがとうございました。